スミナー裸でウェイ、若い子からおじさんまでっていうお祭りがあります。マーメイドの格好して写真撮れるんです。やった方がいいですね。はい、ぜひ花巻温泉に。It's Kathiat, and today I am going to go and ask Japanese people what kind of fun places and fun activities they can recommend you when you come to Japan. So let's go and ask Japanese. 私出身が岐阜なんですけど、はい、裸祭りっていう祭りがあってみんな赤色のふんどしして冬の寒い川に全員でなんか。あの和紙を言いながら遠くからあの走っていくっていうお祭りがあります。すごい。ふんどしってことは男性たち？男性だけです。そうです。みんな裸でウェイ、若い子からおじさんまでみんな、そうっていうお祭りがあります。何月ですか？10月か11月ぐらいです。いや、すっごい寒いじゃないですか。のなんか長良川って大きい川があるんですけど、川、その川にみんなで入りに行くっていう。なんかみんな風邪ひいたりそばしないのかな？しないと思います。それで体清めるぐらいの感じのお祭りがあります。うわー、すごい。日本面白い。長野の有名なところは何ですか？善光寺、お寺。はい。で、時期になるとライトアップとかしてすごい綺麗になって面白いです。お階段巡りって言って真っ暗なところを手探りで歩いてて、その暗闇に鍵があるんですけど、はい、そこを触るといいことがあるみたいないうところがそのお寺のところにあって面白いです。いいですね。最初は宮古島沖縄知ってますか？知ってます。沖縄のもう一個島があるんです。はい、その宮古島で海めっちゃ綺麗なんです。マーメイドの格好して写真撮れるんです。海でマーメイド？そうそうそう、今人気なんです。みんな行ってる、そうやってる人多いです。やりたいです。マーメイドになりたいです。やったことありますか？ないです。ないか。じゃあ一緒に行きましょう。あ、いいですよ。神戸の花火祭り、花火祭りっていうのがあって、はい、カップルが花火を見に行く場所で、なんか自分でもやるんですか？自分たちではやらない。地元の人がお金払って花火あげるみたいなアクティビティです。え、じゃあカップルは誰に花火を打ち上げましょうみたいなお金稼いで払うんですか？そうですね。いくらぐらいするんだろう？いろんな人が払ってるからだいたい100円ぐらいで、募金みたいな感じでやるからそんぐらいで大丈夫です。年末ぐらいに神戸なんですけどルミナリエってやってて、神戸、まあ、震災があったやつの復興から始まったイルミネーションがあって。それ有名ですか？うん。おー、日光とか行ったら着物とか着れます。どこですか？日光、栃木。着物着て東照宮っていうお参りとか行けます。海外の方も OK ですか？あ、OK です。もちろん。じゃあのメイクとかもしてもらうんですか？メイクとかもしてもらえるし髪とかもやってもらえます。いやー、これナイス。これ今度やってみよう。スノーボードとスキー、ウィンタースポーツ。はい。でウィンタースポーツやってで温泉に入る。やった方がいいですね。はい、ぜひ花巻温泉に。あ、でも最近スケボーやってる人めっちゃ多くないですか？日本なんか1990年の一生が強いんだけど、最近また増えてきてオリンピックとか決まったし、それでもうこの辺も多いし、あっちの代々木公園とかいっぱいいました。スノーボーじゃなくてスケーボーが流行りだして流行ってます。そう。え、もう電車乗れば楽しくない？電車、ひたすら電車を乗る。あ、確かに。電車、日本の電車結構すごいですもんね。適当に乗って適当な場所に行く。あ、でそこを派遣する。そこを派遣する。楽しそう。お祭り、ねぶた？絶対ねぶただね。ねぶた？青森ねぶた祭り。ねぶた祭り。そこに何ありますか？巨大な侍とかを人形にしたような紙とかで作って、すごい大きい人形にしたものを引っ張って歩く。で、こう周りでみんな跳ねてすごい盛り上がります。それは絶対見た方がいいです。見た方がいいね。うん。昨日と一昨日に行ってきたんですけど、ディズニーランドとシー。2日連続で？はい。うわー、いいですね。その一番楽しかったところは何ですか？私はセンターオブジアスっていうアトラクションです。プーさんのマニハント
蜂蜜の壺に乗ってプーさんと一緒に蜂蜜探しに行くっていう。かわいい。一番並んだのはスペースマウンテンですね。で USJ で一番並んだのは USJ は、フライングダイナソー。大体何分ぐらい？2時間半ブーさんも結構長かったんですか？40分ぐらいです。まあまあ40分はなんとか喋れば、なんとか。富士急ハイランド。おお、いいとこ行ったね。あの絶叫のアトラクションがいっぱいあるんですけど、一番私が好きなのは富士山っていうジェットコースターで、もう長くてスリルが味わえるっていう最高のアトラクションです。長いんですか？3分ぐらいあります、乗ってる時間が。一番並んだ時間は何時間ぐらい並んだんですか？あ、90分とかですかね。恋みくじを引くのが趣味なので、あの三峯神社っていう関東一の神社が秩父にあって、その神社の恋みくじが当たるっていう噂があるやつです。埼玉の羽生市、もうすっごい田舎です。日本の田舎。日本の田舎。田んぼとか畑。うちめっちゃ好きなんだけど。田舎ですよ。田舎のいいところはぜひアピールしてください。静かで、カエルが可愛い。カエルちっちゃいこれぐらいのカエル、はい、めっちゃ可愛い。温泉ですかね。おすすめの温泉ありますか？で、やっぱ箱根とか、まあ、行ったことはないですけど。行きたいパターンですね。ですね。明日行くんで。おお、うん、温泉旅行みたいな。ですね。まああと東北がいいですよ、やっぱ温泉は。有名ですか、東北は？東北はいっぱい。まあ例えば、うん、秋田の友禅温泉とか、乳頭温泉。あと岩手だったら花巻温泉。温泉街なんだけど。まあ花巻って言ったら、やっぱあの大谷選手、日本ハムファイターズの大谷選手の出身地なんですよね。だから大谷選手も花巻温泉に入ってああいう活躍をしてます。うん、まあ近いうちあのメジャーに行くんで、メジャーリーグ、うん、だからぜひ皆さん花巻温泉に。USJ です、はい、ユニバーサルストリオズオフジャパンって書いてる。でも行ったことありますか？あります、地元です。じゃあそこで何が一番変わってる、何が一番面白いですか？やっぱりハリーポッターのエリアです。お城の中見ます。ホグワーツ城ができる、ジェットコースター。明治神宮、はい、でやっぱおみくじとか神社とか日本っぽいところは楽しいです。な、森がすごくて自然感じて、なんかパワーを感じれる。地元だったらやっぱり長野で、あの自然が溢れてるんで、川とか山とか行くのがすごい楽しい。自然そのまま楽しい。そのままが楽しいです。じゃあ埼玉です。川越いいですよね。川越楽しいですよね。あのお菓子通りみたいなとこ面白いですよね。川越でも年始に行きました。この間氷川神社行っておみくじ引いて、その菓子屋横丁みたいなところを散歩して食べ歩きしてって感じでした。たい焼きとかおせんべいとかいっぱいありました。京都とか、なんか行くべき京都のお寺、清水寺。行ったことないけど。ない。行ったことある。行ったことある。行ったことある。それで全ての質問でした。ありがとうございます。As you know, Christmas is very different in Western countries compared to Japan, but if you want to get the best of both worlds, celebrate Christmas back at home and then come to Japan for New Year's. There's so many traditions around New Year's, which are lovely special foods you can buy, special things on TV, but also the whole like going to a shrine, do your first prayer at the shrine, again, different types of food again that you eat in this season. So lots of things, and then the sales that come out in New Year's as well, and then the lucky bags, which everyone loves Japanese lucky bags. I've unpacked like over 7-8, like almost 10 Japanese lucky bags by now on my channel, and it's lots of fun because they contain loads of items, double the value that you paid for it. You don't quite know what's inside, and you always get like lots of fun things and sometimes really weird things out of those lucky bags. So if you're curious about that, come over to my channel and check it out. Also, another place to visit I'd like to recommend to you is Kyoto. It's my favorite place in the whole wide world. It's beautiful. Really brings you back to the old Japan spirit. And my very, very favorite place in the whole wide world is Kyomizu-dera. Kyomizu-dera is a temple, or a shrine that's actually, well, dera, so it's a temple, which is up leaning against the mountain. And you have a whole view of Kyoto. It's absolutely beautiful. It's one of the most calm and beautiful places I've ever seen. So that would be my fun place to
recommend for you. So have you been to Japan? Are there any fun things you can recommend to us or any fun places you would like to recommend to us as well? Looking forward to your comments. Thank you always for commenting. And I'll catch you soon for another video on Ask Japanese. Bye!